どうも、愛知です。今回は勉強と休憩の切り替え方ですね。まあメリハリのつけ方について話していきますので、よかったらお付き合いください。では早速ね話していきましょう。で、まあ相談を受ける中でこう集中できない理由っていくつかあると思うんですけど、まず一個にその体が疲れてる系ですね。体がだるいとか眠いとかっていう方に関してはもう体を休めましょう。こう、眠いのを我慢してやっても、なんだろう、効率が非常に悪いので、まあ、前に仮眠っていう話もね、したことあるんですが、まあ、そこは寝る。で、もちろん寝すぎないように気をつけるっていうところもあるんですけど、そこに関してはもう体を休めるっていうふうに割り切っちゃってください。そこは粘らなくていいと思います。で、相談で多いのが、欲望に負ける系ですね。で、どういうことかっていうと、まあ、主にこいつです。スマホですね。こいつとか、YouTube だったら関連動画。とか、あとは漫画雑誌、テレビとか、まあ、その辺ですよね。で、まあ集中できないっていうのはわかるんですよ。気になるからね、特にこいつ。気になるんですよ。で、このスマホの中でも俺一番厄介だと思ってるのが LINE なんですけど、まあ、やってない方ごめんなさいね、申し訳ないんだけど。で、なんでかっていうと、LINE って、まあトーク続きますよね。まあグループ LINE とかもあると思うんですけど、続いちゃうんで、切れないんですよ。で、たまに、勉強しながら LINE 返す子いるでしょ。あれ、絶対やめた方がいいですよ。そう。だから、勉強するときは、まず、LINE の通知を切ってください。一回一回、通知をオン、オフにするのめんどくさいかもしれないですけど、絶対切ります。一番は、電源切っちゃうのが一番いいんですけど、自分の塾講師のとき、生徒に話してた中で、電源切るの嫌がるんですよね。今の子って言い方するとちょっと自分おっちゃんみたいな感じで、おっちゃん、まあおっちゃんなんだけどさ。嫌なんですけど。そう。だから電源切れとは言わないんですが、LINE の通知は絶対切ってください。切って、で、これで勉強動画を見てくれてる方はしょうがないんですけど、そうじゃない場合は、これを目に見えないところに置いて勉強してください。自分は、高校の時やってたのは、当時携帯ですけど、俺は電源を切って、部屋のベッドの枕の下に隠してたんです。勉強するときは。で、なんでかっていうと、例えばね、勉強するとき、こいつの存在忘れてほしいんですよ。抜けてほしい。集中してほしいから。でも、もし、ここ、例えば目の前とかに置いといてしまうと、やってるでしょ、勉強。パッて見たときに通知なんなくても、あ、LINE 来てんじゃねえかな。あ、ちょっと見よっかな。って思っちゃうんですよ。で、それ思った瞬間にもう集中一回切れてるんで、その時間が非常にもったいない。で、結構、目に見えないとこに置いて勉強してると、忘れる瞬間出てくるから、こいつのこと。そうすると集中できます。で、それがいい塩梅に入っていくと20分、30分とかこういったことを忘れられるようになるから。もちろん毎日じゃなくてもいいんだ、それは。そう、いいの。でも、こいつのこととか忘れてしっかり集中できる時間がやっぱり必要になるので、ぜひ勉強するときは LINE の通知を切る。一番は電源切ってほしいですけど、で、目に見えないところに置くっていうのをやってください。で、まあ、勉強動画をね、これで見てくれてる方は、これはね、置かなきゃいけないからしょうがないんですけど、でも、見てるときに LINE の通知が出てしまうと、もうその瞬間集中力切れてしまうので、LINE の通知は絶対切る。っていうのは徹底しましょう。で、まあ、それも踏まえた上でなんですが、まあ、何人か、まあ、すごいね、同じ相談が多くて、何人、2、3人のことをちょっとやり取りをさせてもらった中で、やっぱり、まあ、その2、3人だけですけど、みんな共通だったのが、分かってるんですよ。自分が良くないって。自分が集中すればいいだけの話なの。自分が欲望に負けなきゃいいだけの話なんですよねって分かってる。でもできないっていう風にやっぱ悩んでる子が多くて。いや、それは分かる。だって俺もそうだったもん。勉強してて、勉強してる時ほどなんかしたくなるんだよね。部屋の掃除とか。普段絶対しようとか思わないのにさ。そう。まあそうじゃなくても普通に欲望系だよね。テレビとかさ。俺だったらゲームとかさ、歌聴きたくなったりとかするんですけど。で、まあ、一個、さっきの手段としては、そのね、例えばこう欲望系、まあ、漫画とか雑誌に気が持ってかれるんだったら、目に、目がつくとこに置かない。勉強机の目のつくとこにね。絶対置かない方がいいです、それは。そう。それはこれだけじゃなくって。うん。っていうのは徹底する。だから環境を作るっていう。勉強するね。それがすごく大事。で、もう一個は、まあ、これはさっきの自分のね、欲望に勝つってとこにはなるんですけど、例えば、まあ、メリハリが大事なので、ずっと勉強する必要はないんですよ。3時間ずっととか全然ないんです。例えば30分やったら10分休憩とかでもいいわけですよ。まあ、受験とかに合わせるんだったら試験時間の50分とかセットでやってほしいですけど、で、勉強するじゃないですか。で、もちろんいつも言うように、時間じゃなくて量で決めてほしいんですよ。まあ、細かいこといっぱい言ってますけど、1時間勉強するぞじゃなくって、何ページ勉強するぞって決めるの。ここまでやるぞっていう。
で、それが1時間かかろうが30分かかろうがどっちでもいいの。ここまでやれば。そう。その方が絶対集中できるから。で、量決めますよね。で、ここまで来たら何分休憩するぞって決めます。休憩の時は絶対時間で決める。で、その時間、例えば10分って決めたら、10分は好きなことしていいの、もう。もう勉強のこと忘れても構わないから。いい。ただし、10分経ったら絶対始めるの、勉強を。これが大事、すごく。どういうことかっていうと、例えば、自分の勉強動画見てくれてて、休憩時間に関連動画見ますよね。じゃ、はじめしゃちょー見ようぜとかさ、なんとかさん見ようぜとかなるじゃないですか。で、見てて、例えば10分って決めてるんだけど、じゃあ、2本目の動画を見始めましたと1本見終わって、2本目が、あと2分で終わるんだけど、10分の休憩が終わってしまったと。10分休憩終わったけど、あと2分、あ、2分か。でもこれ見てからにしようみたいな。それをしちゃダメなんです。10分って決めたら10分なの。っていう風にやるとメリハリがつきます。どうしても、大人でもそうだよ。みんなのお父さんお母さんも絶対そう。自分に甘い面は出てくるから。それは、年を重ねたらできるようになるとかっていう問題じゃないの。そう。大人もだって欲望に負けるんだから。でも、それを律して、自分のことを制してね、抑えて、我慢してやっていくしかない、いろんなことを。で、それを自分に、まあ、貸すというか、ルールを決めてやる、そこで。10分って決めたら10分なの。っていうのをしっかりやっていくと、だんだん自分のペースができます。で、自信もつきます。やっぱり我慢できたっていう経験って自信になるから自分の。でも、これもう一個大事なことがあって、一回破ったら、例えば、じゃあ3週間本当に我慢したと、ちゃんとやってきたと。で、3週間経った時に、まあ、ちょっと気持ちが緩むわけですよ。あ、俺ちょっと3週間も頑張っちゃったぜ、俺、みたいな。なるんだよ。で、その時に、一回サボるじゃん。一回サボったら、その後多分結構サボるよ。一回サボったら次ずっと大丈夫とはなかなかならないです。これ面白いんですよね。一回ルールを破ると破りやすくなるんですよ。どん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 。で、ガタガタガタって崩れてて、自信がなくなって、また自己嫌悪に陥ってって。で、その流れで受験の本番に向かえちゃうみたいな。負のスパイラルに入ってしまうので、その集中したいっていう方は環境づくりっていうところもそうですけど、あとは、その自分で決めたこと、ここまで勉強するって決めたことはやる。何分休憩って決めたら何分休憩するみたいな感じでぜひやってください。結局は自分でスケジュールを決める。自分で自分のことを決めていくっていう。それを、まあなんだろう。受験勉強の中で身につけていくことができるので、で、それを身につけられたら、それ、まあ一生の宝って言ったらちょっと大きくなるけど、この先の人生でもすごく役に立つことになります。そう。だから、ぜひね、それを頑張ってみてください。はい。という感じで、ちょっとね、長くなっちゃいましたが、ここまでね、ご視聴いただき、ありがとうございました。